新聞記事を浮世絵の一種である西絵一枚で絵解きしたもの。グラフィックとしての西絵に着目して、新聞西絵と呼ばれることもある。西絵新聞は浮世絵の特色のうち、報道的な性格を強く持っていた。ほとんどが明治7年から明治14年にかけてのごく短期間に発行され、 やがて小新聞に押されて姿を消していった。明治初期に東京で創刊された新聞は東京土産になるほど流行したが知識人層向けで振り仮名や絵もなく一般大衆には読みにくいものであった。この新聞を浮世絵の題材に取り上げてひらがなしか読めない大衆も絵と平易なしで理解できるようにしたものが錦絵新聞である。 土屋玲子は七色人層を読者対象とした小新聞に連なるニュース媒体であったと位置づける。西京新聞は近代ジャーナリズムの勃興期に新聞というものを一般大衆の身近なものにしたメディアであった。最初の西京新聞は1874年7から8月頃に発行された。東京の版元、具足屋が 東京日日新聞の記事を題材に、落合吉幾の錦絵に振り仮名付き解説文を添えて、錦絵版の東京日日新聞として売り出したものである。錦絵というグラフィックを用いて、センセーショナルな事件を報じるメディアであり、猟奇的、戦場的な内容は、現代の写真週刊誌に似た性格のものであるとされた。錦絵版東京日日新聞は、 錦絵のわかりやすさと、新聞の目新しさ、トピックの面白さで大変な人気を得た。これに習って、郵便放置新聞の記事に、月岡義都氏の錦絵を添えたもののほか東京、大阪、京都などの版元から約40種もの錦絵新聞が、続々と誕生した。しかし、錦絵新聞同様の平易な文章と内容に、錦絵より作成に、 時間のかからない単色ずりの挿絵を組み合わせた、小新聞が発行されるようになると、これに押されて、西京新聞は、誕生から10年も経たないうちにほとんど、姿を消した。西京新聞は、発想、スタイルの目新しさとゴシップ主体の性格が受け、それまで新聞に、縁のなかった、一般大衆に大人気となった。 振り仮名があるニュースの絵時は漢字をあまり知らないそうでも容易に読めたため、新聞の面白さを一般大衆に知らしめることとなったのである。視覚的報道メディアとして、またゴシップジャーナリズムの媒体として、後の写真週刊誌やテレビのワイドショーにも通ずるものがある。新聞と同じく、東京お土産としても喜ばれた。しかし、速報性という点では、 新聞記事の後追いであり、早くとも数日遅れ、題材によっては何ヶ月も後の発行であった。西家新聞の成功を追うように、ひらがな入り新聞のような絵と振り仮名を備えた、小新聞が発行され始めると、それに押されるように、西家新聞は大衆の視野から消えていった。廃れた理由は、速報性においては新聞に劣ることのほか、 民衆の錦絵離れが指摘されている。錦絵新聞の絵師は小新聞の挿絵画家に、文章筆者は小新聞の記者、寄稿者になったものも少なくない。版元であった絵創始屋の中には、新聞の販売を担当するようになったものもあった。なお、東京日日新聞や郵便放置新聞の錦絵版のように多数の発行が確認されるもののほか 本紙の宣伝や付録として、ごく限られた回数のみ発行されたものもある。浮世絵として見る場合は、新聞を題材とした西絵という意味で、新聞西絵と呼ばれることもある。新聞西絵は、印刷技術的には、西絵の一形態ではあるが、芸術作品としてはなかなか評価されなかった。題材が生々しく、また、吉幾や吉都市のような、 美術的に評価の高い絵師による錦絵ばかりではなかったことも一因である。早くから新聞錦絵に注目していた研究者として、小野秀夫と宮武骸骨が挙げられる。風俗、社会、文化の視覚的資料としては高い価値がある。当時の風俗はどんなものであったか、どのような事件があって、どう受け止められていたか、大衆が、 どのような事象に興味を持っていたかを視覚的に知ることができる。明治の浮世絵の例に漏れず、新聞西絵には白らいの安いアニリン系の陽光や紫、紫が使用され、鮮やかでいささかドぎつい効果を上げ、幕末までの浮世絵と色調が異なる。新聞記事の中でも特にジャーナリスティックで雑な題材が選ばれた。東京で発行された錦絵新聞は、 多くが、大番の西絵であった。代表的絵師である、落合義幾と、月岡義俊は、歌川国吉文下の兄弟弟子であった。その他、豊原国地下、千人氏英拓、山崎と信、のぶ、梅道国政、歌川茂祭、新、祭香る衆、三島昭窓など。東京日日新聞東京日々、新聞933号を。西絵に記された号数は、 引用元の日刊誌の号数であり、西絵版が発行された号数ではない。日刊誌、東京日日新聞を元に作成された、西絵版、東京日日新聞吉区は、写実的な画風で、西絵の空白部分に直接言葉書きを画合算のような書き方であった。郵便放置新聞黒坊主吉都氏が、松林柏縁門日刊誌郵便放置新聞を、 元に作成された、西絵版、郵便放置新聞明治8年、郵便放置新聞西絵発行開始。吉都市の西絵は、背景まで、写実的に細かく書き込まれ、文章部分と西絵部分が明確に区分されていた。この他、郵便放置新聞を元にした、豊原国地下の西絵シリーズも残されている。その他、大阪や京都でも西絵新聞は発行された。 大阪では日刊誌が定着していなかったこともあり、東京の西絵新聞よりもニュース媒体としてもっと大きな役割を果たした。B5 代の中盤が主である。絵師としては、二代、長谷川貞信と、佐々木薫滝、佐々木吉光、柳桜、茂広氏が、複数の西絵新聞に関わるほか、二代木下、広信、後藤宝慶、鈴木来才。 玉手薫法など。京都では、西京西経新聞、西経新聞が刊行されたほか、名古屋、高知、新潟、津、金沢でも西経新聞があったとされるが、これには、ニュースメディアとしてではなく、本市の付録としての位置づけのものも混じる。つまり、西経新聞の形態を取る、観光物の中には、本市の宣伝、付録として付属的に作成されたものも含まれる。 一方、西絵と説明の組み合わせが、西絵新聞に近い様式を持つが、内容が、新聞記事ではないため、西絵新聞とは言えないものに、完全懲悪読み切り公爵や、名誉新聞等がある。大阪の西絵新聞12ページ。西絵とは、浮世絵版画の中でも最も成熟した形式で、複数の色版の重ねずりにより金のように美しい。 再色が可能な版画である。小野秀夫は、西京新聞、新聞西京の両方を使い分けた。高橋勝彦はほぼ一貫して、新聞西京の語を用いている。大阪の西京新聞13ページ。土屋玲子は、大阪の西京新聞19ページで、原秀重の論文、新聞西京と西京新聞、その出版状況と構造の変化、における推測。 明治7年8月を紹介。高橋克彦は、新聞錦絵への世界22ページで7月としている。落合義幾は、浮世絵師であると同時に、複数の新聞総監にも参画した新聞人でもある。小林忠だ大久保純一、浮世絵の鑑賞基礎知識110ページ。幕末、明治のメディア展41ページ。幕末、 明治のメディア展52ページ。幕末、明治のメディア展52ページ。大阪の西京新聞64ページ。大阪の西京新聞完末資料には、東京日日新聞110部以上、郵便放置新聞60部以上、西式が100時新聞180部以上がリストされている。明治のジャーナリズム精神143ページ。 大阪の西経新聞24ページ。大阪の西経新聞68ページ。文明開化の西経新聞東京日々新聞、郵便放置新聞全作品6ページ。大阪の西経新聞67から74ページ。コンピュータファイル。ありがとうございます。